アエピサウルスは白秋前期に、現在のフランスに生息していた、竜脚類恐竜の属の一つである。化石は、フランス、ボクリューズ県にある、g r e エスバートのアルブキの窒素から発見されている。蚊が不明なア昧マイナ属であり、単一の上ワンコツに基づいているが、現在は喪失されている。認知度のなさに関わらず、あるいはそれゆえか、科学文献において誤って綴られ。 複数の記載年が記されてきた。俗名は古代ギリシャ語で、そびえ立つもしくは、高いを意味するアルファーパイエプシロンヨタニュと、トカゲを意味するシグマアルファウプシロンローから派生していて、そびえ立つトカゲという意味である。フランスの古生物学者、ポール・ジェ・ルベは、ベドワン近郊のモン・バントゥで発見された上腕ワンコツ、MNHN1868 から242に基づいて親族を記載した。 この化石は長さ 90cm、金ンの幅が 33cm、中ほどの幅が 15cm、円ンの幅が 25cm であった。ジェルベは同じ地域で発見された円錐形の葉をこの属の。この種は ASP と呼ばれ、他に部分的な上腕骨と尺骨が追加されている。ティタノサウルス科の登場以来、 細身の上腕骨がラプラタサウルスのものに似ているため、このトガに分類されてきた。しかし、マッキンタッシュで指摘されているように、この骨はカマラサウルスやブラキオサウルス科のものにも似ている。1993年にレロイフはヨーロッパのティタノサウルス類の再評価を行い、タイプ標本の所在が不明で、図版からは竜脚類のいずれのグループにも分類できないとした。比率からは、 カマラサウルス科にもティタノサウルス科にも分類できない。ジェルベにより追加された化石は除外され、葉の化石はおそらく、ワニメのものであるとされている。マッキンタッシュはこの属を、竜脚類のインサーティセットスとしたが、最近の再評価では、レロエフに同意し、竜脚類の疑問名にリストされている、竜脚類であり、四足歩行の草食動物であったと推定される。 ザ・ペイリオ・バイ・ラジー・データベースやザ・ジノサウリアの2つの版ではいずれも記載年を1852年としているがグラット及びいくつかのオンラインソースでは1853年となっているこの属は一般的にイープソリスと誤って綴られるザ・ジノサウリアの2つの版や主要な再評価ではこの綴りを使用しているフリードリヒ・ホンヒューネが1932年に イーポソリスを使用したことで、さらに混乱が増し、グラッドは不正確にも、署名を、えエリフィンタイアスとしている。ありがとうございます。